皆さん、こんにちは。今回は大谷翔平選手についてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。2024年2月29日、ドジャースの大谷翔平選手は結婚したことを SNS で発表しました。それから2週間余り、肝心のお相手に関する情報は一切公開されず、大谷翔平選手の口頭による説明のみで、それ以外は一切秘匿とされてきました。噂話で大体の検討はついていたものの、奥様の公開については来期のシリーズが始まってからだと言われていました。しかし、事態は急転します。日本時間3月14日の未明に大谷翔平選手の SNS に動きがあったのです。そして、朝の民放各局の情報番組は、大谷翔平選手と、彼の妻写真を放送しました。15日朝の民放各局の情報番組は、ドジャースの公式 X が大谷翔平選手と彼の妻と表現した女性とのツーショット写真をアップしたことをトップ扱いで報じました。その写真には、全身のツーショットの高身長&スタイル抜群の新妻と大谷翔平選手が写っていました。ちょっと面白かったのは、大谷翔平選手と奥様だけの写真ではなかったことです。大谷翔平選手も開幕戦を行う韓国へ出発する直前の画像を投稿していました。自身の隣に結婚相手と思われる長身の女性のほか、山本由伸投手と通訳の手つなぎの光景、大谷翔平選手の通訳の水原一平氏夫妻というとても豪華な集合写真を公開しました。MLB の公式サイトなどもこの集合写真を投稿しています。SNS 上では、大谷さんの奥様が初登場。大谷翔平の奥さん素敵。一平さんの奥様もいる。などと話題沸騰となりました。また、由伸投手の左手が園田通訳の近くで手をつなぎそうな位置にあり、由伸の左手 W。二度見しました。などのコメントも見られました。TBS 系ザタイム。フジテレビ系目覚ましテレビはいずれも冒頭のニュースで報道しています。目覚ましは MC で同局の三宅正春アナウンサーが大谷選手が妻との写真を公開、深夜の日本列島が騒然と伝えました。 TBS では杉山真也アナウンサーが先ほどドジャースが大谷選手の写真を SNS に投稿しました。隣に一緒に写っているの大谷選手の妻だと紹介をしていますと伝えたのです。さらにテレビ朝日系グッドモーニング、日本テレビ系ジップも写真公開を報道していました。ただいずれもドジャースの SNS を紹介したのみで、彼の妻の実名や経歴などは報じませんでした。ドジャース公式 X の写真は、笑顔を浮かべ共にナイキの黒のウェアを大谷翔平選手と女性が着た写真は大谷翔平と彼の妻と説明しています。2月末に結婚を公表した大谷の妻であることをドジャース公式は明かしているのみでした。大谷翔平選手は2月29日に自身のインスタグラムで日本人女性と結婚したことを公表しました。翌3月1日に報道陣に女性について至って普通の方ですと明かしていたのみで、それ以外の情報は全くありませんでした。ここには何か理由はあるのでしょうか。これまでの流れを見ていきたいと思います。大谷翔平選手が結婚発表しましたが、お相手の方については公表されませんでした。当時は顔写真もなかったため、報道の一つ一つから想像するしか手立てがなく、情報が徐々に集まっても確定報道はもちろん出していませんでした。日本人女性だということは分かっていましたが、奥さんの素性が分かるような情報はご本人の口からは全く出ていません。大谷翔平選手はなぜ妻の名前を明かさなかったのでしょうか。大谷翔平選手の妻の名前が明かされなかった理由として、大きくはプライベートを詮索されたくないからと言えるでしょう。大谷翔平選手はことさら日本球界にいる時でも自身のプライベートは同僚にも公開しないことを徹底していました。また過去にもスポーツ選手が結婚相手を非公表としたケースがありました。そのため大谷翔平選手の結婚相手を公表せずに時が経ったので、さまざまな憶測が飛び交っている状況でした。なぜ結婚相手を非公表としたのか、理由を考えてみるとおおむね次の2つの理由が考えられます。
一つ目は、やはりプライベートを詮索されたくないからというものです。大谷翔平選手のインタビューなどを見ていると、マスコミにプライベートを詮索されることを極力避け、苦手としていることがうかがえます。結婚発表会見の囲み取材でも、応じた理由を次のように述べています。マスコミがうるさいから結婚を公表した、と語っていました。マスコミにこれ以上嗅ぎ回られないための発表だったと言えます。ここで、妻の名前を公表してしまうと、週刊誌などが過去の接点や出会いなどを探ることも考えられます。その過程でマイナスな面を報じる輩も出てくることでしょう。静かにプライベートを過ごしたいと考えているそうなので、これ以上詮索されないように、名前を非公表としたと考えられるでしょう。二つ目は、妻や親族を守るためというものです。例えば、名前を公表した場合、マスコミや世間の注目は妻に行きがちです。一般人だとしても、結婚相手の実家や関係者のもとへマスコミが集中することも起こりえます。奥様はもちろん、その周りにも大きな影響を与えてしまうため、名前を公開しないという選択をしたのでしょう。また、大谷翔平選手のファンの中には、結婚相手に対しいい感情を抱かない人もいるかもしれません。過去には、アスリートと結婚した女性に対し誹謗中傷が発生するケースもありました。大切な奥様やその家族を守るためには、名前は非公表とすべきと判断したことは賢明と言えるのではないでしょうか。過去にも、結婚相手を明かさなかった有名アスリートがいました。まず、大リーガーの先輩である松井秀喜さんです。元プロ野球選手の松井秀喜さんも、結婚発表会見では相手の女性が一般人であるとし、詳しい情報は非公表としていました。その後、結婚相手の女性の素性は明らかになっていますが、本人が公表したものではありません。公表しない理由は明らかにしていませんが、プライベートを詮索されたくなかったと見られています。結婚会見後も、松井秀喜さん本人から結婚生活などプライベートの情報を明かすことはありませんでした。妻や家族のプライベート環境を守るための対応策だったと見られています。そして、記憶に新しい羽生結弦さんです。フィギュアスケーターの羽生結弦さんも、元結婚相手の女性の名前を非公開としていました。その後、結婚相手の女性の素性は明らかになっていますが、こちらも本人が公表したものではありませんでした。羽生結弦さんの場合、はっきりと取材を控えてほしいと語られています。しかし、結果的に結婚相手だと特定された女性やその親族にマスコミが集中することになり、連日週刊誌の的となってしまいました。超有名アスリートの結婚相手となる女性に、どれほどの影響があるのか、羽生結弦さんのケースで感じた方も多いのではないでしょうか。結婚会見で野球への思いを吐露しています。すなわち、野球に集中したいのが一番と語っています。ドジャースの大谷翔平選手は14日、日本時間15日、20日から韓国で行われるパドレスとの開幕2連戦に向けて球団チャーター機で出発しました。球団公式 XQTwitter では、フェニックス国際空港で航空機に乗り込む前の大谷翔平選手と妻の写真を公開しました。これまでベールに包まれていた大谷翔平選手の妻と会って、公開直後からインターネット上で大きな反響を呼んでいました。もう一つの疑問があります。それはなぜ、このタイミングで公開したのだろうかということです。やはり野球に集中したい。その一心からではないだろうかというのが大方の見方です。本来なら結婚したこと自体も公表しないでよかった話題でもあります。それでも、2月29日に行われた結婚会見で、一番は皆さん、メディアがうるさいので、発表して、あとは野球に集中したいのが一番だった、と明かしていました。大谷翔平選手の妻は誰なのか。大谷翔平選手は、普通の日本人女性と話したのですが、周囲はインターネット上を中心に、お相手が詮索されている状況でした。結婚会見では、シーズンに入る前がベストだったとも語っていました。7億ドル男の注目の移籍元年。そういった周囲の動きを止める狙いもあったのではないだろうかと言われています。それにメジャーでは選手と家族との結びつきは深いことで有名です。多くの球団は選手の家族もチームの一員という考え方で、
ポストシーズンなど大事な試合は遠征地に家族も帯同します。オールスター戦恒例のレッドカーペットショーでは家族同伴で楽しむのが一般的で、家族でなくても彼女や婚約者と同じケースが多々あるといいます。球団が米国、カナダ以外で公式戦を行うのは今回の韓国シリーズで3回目となります。2018年のメキシコ・モンテレー以来6年ぶりで、同僚のムーキー・ベッツ外野手も妻同伴でした。大きく注目されるゲームでは家族も一緒に戦うというのが風習です。大谷選手の妻はこれまで公開されていなかったこそ大きなニュースになっているのですが、メジャーでは当たり前のことなのだということがお分かりになるでしょう。いかがだったでしょうか。今回は大谷翔平選手の結婚の話題について続報を見てきました。今季何より大谷翔平選手にとっては移籍後初出場のゲームとなります。アリゾナキャンプでは笑顔が本当に多く見られたのですが、ドジャースでの記念すべき第一歩を家族で楽しみたいという思いもあると思われます。そういった思いも17番にあったはずです。公私ともども今後の大谷翔平さんの活躍が楽しみです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。